はい、皆さんどうもこんにちは。お久しぶりです。ナースです。よろしくお願いします。今日はもうファイナルファンタジー16の、続きをしたいと思います。第3回パート3ですね。今から約1時間楽しんでくださいね。私もよろしくお願いします。いきます。画面を切り替えます。少々お待ちください。いきますか。これシードだね。今シードと一緒に出かけて、こいつ面倒なやつだぞ。油断するなよ。痛いなってならないよ。やれやれ、思わぬ邪魔が入っちまったな。気づいたかな、他のゲームとは違って倒した敵の死体とかは消えてなくてそのまま残る。めちゃめちゃそうリアルになってきた。おいおい、嘘だろ。まったく。道が塞がっちまってる。材料ポーションが材料落ちて、どうした、どうした、どうした。トル、こんなところに抜け道が。ありがとう、トルガル。道を教えてくれる。ケアラしてる。ケアラ。
一息ついたか。シド、今のうちに。ああ、そうしよう。魔法の力なんか持ってる。なんでいいのが。ケアが使えるの。まだこの世界は何がどうなってるかよくわからない。なんで人たちを使いたい。綺麗。私この町にマジで住みたい。クライブやるぞ。ああ、分かってる。結局こうなるとはな。一番問題じゃなかったのか。そりゃついさっきまでの話だろ。な、お寺に拝見といくか。いい気なもんだ。そこか。もう使わないと。まだ手間のかかる。ドミナントだったのか。
ああ、そうだ。何の因果か、召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃ、そうそう使えんがね。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ？なあクライブ、ドミナントとベアラーは人と何が違う？ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラーはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろ。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。うん。この世界にシーワとラムーと、なんだっけ、忘れた、あの土の人文字で忘れた、そういるから、そのフェニックス戦ったやつは多分イフリートかな。タイタン、タイタン、そうだ、タイタン。なんかあの FF15 と同じ名前になってる。その召喚獣たち。クライブ、お前こそ火のドミナントを見つけて何をするつもりだ？殺すだけだ。あんたの話は分からんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。弟の仇なんだろ、分かってるさ。ちなみにあの火の召喚獣でフェニックスに似てるのは、あの点にもあったバレそうだ、ね、一番最初の召喚獣。これ何？これ一番高いの。分からんけど、多分全部必要でしょ。とりあえずこれでもうちょい面白くなるかな。戦いかったな。もうプレッシャーすぎないか。行くぞクライブ。もし道に迷ったら水の流れを遡る。水か。分かった。
だ。はあ、こいつだ。こんなところに。はい。あ、それで？この先にいるロストウィングに奴らを集めた。よくやった。行くぞ。待ってくれ。約束の金は。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ベネディクタ・ハーマン、ウォールードの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。
おい、片付けるぞ。当てにしてるぜ、アイゴ。ベネディクタ様のために。ザンブレク兵か。まあそのなりじゃな。それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。フェニックス、火の召喚獣、それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす八つの要素にその守護者たる召喚獣は一体ずつ。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。この死体はどうする。ほっとけ、いただくもんはいただいた。
すっかり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡の麓に。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の誰の果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。ファーストトラベルですね。これは空の文明の遺物か。道しるべとして使えるかもしれないな。月の左下になんかすごい明るい星が明るい。わからないです。え、本当にプレイステーション5を購入する価値あったね。めちゃくちゃ綺麗。なんだろう、ぶどう。ぶどうっぽいだね。シド、あれよ。ああ、用心しろ。私あのパーフェクト主義病だから、もう全部全部曲がりたくなる。立てろ。上手で頼むぞ。中には入れない。うん。妖怪にしかなかった。
待て、アンデッドの先へ通すわけにはいかん。なロストウィングで何を。ろくなことじゃないのは確かだ。クライブ、急ぐぞ。奴らの姿がない。こんな時間とはいえ、村人を一人も見かけんとな。一足遅かったか。これからどうする。まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。どうやって知らせるんだ。そうだな、叫べ。シドの仲間か。慎重に探さなければ。気配がないのか。うん、いるじゃん。人じゃないの、ゾンビ。ゾンビっぽい。怖い。ゾンビ。シド。こっちは俺が探す。お前は向こうを頼む。めっちゃゾンビに見えた。どうした？大丈夫か？心配ない。俺は、そう、ザンブレクの兵士だ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか。教会の方に連れて行かれたの。わかった、教会だな。必ず助けるから、君はこの辺りで隠れているんだ。教会か。
おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ、貴様。来たのか、シュド。下がってろ。一体なんだ。クライブ。来てくれると思ったぜ。生きてたか、ガブ。なんとかな。だけど、こいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。火の富なんとは。ああ、その中にいたかもしれないけど。仲間の元に逃げるつもりか。クライム、奴を追え。石膏からの知らせは？まだありません。ですが女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーは？ノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも壊すな。でしょ、ご心配なく伝えてありますよ。お姉さん、早いことをしたい。さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。どうぞ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に。我が王に。なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。ベネディクタ様、サンブレクティが。ネズミ一匹負けないとは、使えんやつだ。やめてくれ。その兵装は貴様、ザンブレクのベアラーか。いいぞ、物は試しだ。ナイスメイル。Ha!
というでもこれ強いでしょう。ベアラーにしてはなかなかやる見込みがあるぞ。クライブ。試してみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。シド、いやシドルファス、答えろ。なぜ我らウォールードを裏切った？問いに答えろ、必勝殿。なに、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ？お前には関係ない。ベネディクタ様、例のドミノントを捕らえました。間の悪い奴。逃げられたか。行き先の検討は？いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して？ああそうさ、まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよなあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ああここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。お勇敢な竜騎士を知ってるかい？その名はリオン・ルサージュ教。他の英雄は千の竜を従え、百万の敵兵を蹴散らした。槍は大地をも貫き、翼は天を駆け巡る。なあクライブ、仇を討った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんが、それがお前の生きる糧か。
戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票。アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える強国といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。それにしてもなぜ抵抗しない。お前にも力が宿っているんだろ。フェニックスを倒したほどのな。クリスタルの枷があるとはいえ、逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。マルガラス様なりません。ゆっくりと考えることだ。あとは任せる。クライブ、起きろ。ガブだ。ノルバーンが。ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で、俺はどうする？いい質問だ、ガブ。砦から逃げたベアラを集め、この村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼む、ガブ。お前にしかできない。そう？仕方ねえな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。迷惑かけんなよ。分かってる。シド、俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ。そうと決まれば話をつけておくか。誰に？簡単っていけすかない男だ。やつを探そう。
お腹しく。お兄さんがみんなを助けてくれたんでしょ。ありがとう。とっても強いんだね。いえいえいえ、とんでもないです。いらっしゃい。一応、6000ギル持ってる。これ何なんだろう。高っ。4万音楽。毎度あり。頑張んなよ。はい、何か入りようかね。元気そうだな、カンタン。明日まで世話になるぞ。好きにしやがれ。そっちの足切りか。こいつか。まあそんなところだ。カンタンはこのロストウィングを仕切っててな、俺たちの協力者だ。協力？ベアラを保護してるってことか。あんた以外にもそんな活動してる奴がいるとは。よくやるもんだ、ザンブレク寮の中だってのに。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。村が襲われた時、あんたは火のドミナントを見たのか。いや、俺とは別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。それらしいやつを見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。ベアラーの刻印が気になるか。ベアラーに話す口はない。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。だがまあ手を貸してやらんでもない。お前はシドの連れだからな。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ答えてくれるだろうさ。それじゃせいぜい気張んな。カンタンは酒場のマスターってだけじゃない。この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。そら、一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。住人に話を聞いてみるか。見てくれよ、お客人。ウォールドの奴らこんなに荒らしやがった。まったく、夜のうちに片付けられるかな。
マスターのお客人か。足元に気をつけてくれよ。この辺もめちゃくちゃに荒らされちまったからな。こっちも魔法で照らしてくれ。真っ暗で見えやしないよ。まさか。そのブローチ。ほう、マスターにも目をかけられてるのか。あんた、シドのところの新入りだろ。同志がガブに世話になった。礼を言っておいてくれ。それで、こんな夜更けに一体何の用だい。火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使う奴はいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールードの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか。俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。そう、火のドミナントだ。何か知らないか。多分一緒に捕まってたはずさ。えらく静かでおとなしいっていうのかな。もらってるなんて、マスターもあんたに感謝してんだね。確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。火のドミナントを見かけたか。ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは。女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから、私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。一旦シドに報告するか。クライブ、何か分かったか。ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ。火のドミナント、奴がおとなしくしていた理由さ。女が一人先に捕らわれたらしい。おそらくその従者だろう。人質に取られたのか。とはいえ、そんな状況下でも奴には慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さあ、簡単に寝床を借りるぞ。最後まで見てくれてありがとうございます。うん、どうでしょうか、楽しかったかな。